はい、こんにちは。相鉄沿線散歩、相鉄沿線散歩。はい、こんにちは。相鉄沿線散歩、ダクバです。泉野に来ています。今日は小さい秋、もしくは大きい秋、どちらでもいいんですが、秋を探しに泉野にやってきております。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。じゃあ今1階に降りてきました。寒い。割と泉の周辺は緑が多いから、ひょっとするとなんか紅葉とか見れるかなと思って来たんだけど、駅のね、反対側というか、なんていうの、あの鎌倉道側にも歩いてる感じです。どういう感じ、どういう感じ、どういう感じ。ああはいはいはい。あ、じゃあこっちだね。あ、図書、泉図書館ってここにあるんだ。へえ。わかるかな、これ。眉毛描いた。スザンヌ、スザンヌ。セザンヌ。あ、セザンヌ、セザンヌ。なんか、あの、自分の動画見たりすると、なんか遠くから見るとなんか眉毛ないように見えたりとかするから、描いた描いた、初めて、人生初かも、眉毛描くの。すごい、なんかすごい芸能人になった気分。はい、そんな話はどうでもいいんだけど、それであのさ、あれなんだよ、なんだっけ、ログハウスみたいなんだよ、どっかに。どっちだっけな、こっちかもしんない。グリーンハイム泉の、意外とでかいね。秋、そうだよ、秋を探さないといけないんだけど、どうかな。これ何点じゃない、リンゴじゃないの、これちっちゃい、リンゴじゃない、これ。なんか何点と違う気がするけど、いいね。なんかこう植物に注目しつつ歩くっていうのが、こういう動画や、なんか配信とかやってなかったらあんまりそういうことしないよね。女性はするか。ログハウス、もう一本向こうかな。あ、ちょっと赤いね。赤か黄色見つけたらちょっと要チェックだね。団地の色がタイルでさ、こっちが青でこっちが赤じゃん。なんか他に色あんのかな、全部何階区とかで色が違うのかな。あ、赤い。あ、赤いね。あ、赤いよ。ああ、秋なのか。ああ、おお、赤い赤い。これまあまあ秋っぽくない？やっぱり裏切らない、期待を裏切らないの、泉区はな。あ、やっぱタイルの色違うのがある。39号と。あれ茶色だな。あ、すごい、イチョウ。黄色い。ちょっとちょっと、これはいいよ。今日の衣装とバッチリ合ってる。あー、でもこっち、あ
れはなんだろうね、上が枯れてんのか、なんかスイカみたいじゃない、クリスマス、あーほらやっぱちょっといい感じになってんじゃん。俺の考えは正しかった。やっぱり泉区は秋が早く来る。おお。これは中入れっかな。ダメだろうな。そう、なんかちょっと前の話になるけど、コメントで書いてあったんだよ、ログハウスがありますよって。そうそうそう、で来てみようとは思ってたんだ。なんか何にアスレチックじゃないけど、なんか公園チックになってるよ。普通こっちじゃないんじゃない、これ裏側じゃないの。じゃあこっち来ちゃったから、じゃあこっち行けんのかな。寒い、風が寒い。これはどういうことだ。こっち行くと泉野の方戻るか。こっち？じゃあ行ってみる。秋がちょっとあるよ。ほら、ススキ。ススキと、ススキとブタクサ。おお、太陽光発電やってる。ああ、そうだね。ここは何小学校？泉の小学校？やっぱり。ちょうどグラウンドが目線が一緒。このちょっといいんじゃない？この校舎。うん。今生徒いないからいいんじゃない？ここのとこ結構長い、なんか20分超えたり20分ちょっと手前だったりとか、15分以上が続いたから、今回ちょっとサクッとやるつもりです。なのでだいぶ今カットして、今ねこれもうアクア団地の近所まで歩いてきてるんだけど、左手が松陽高校ですね、うん、あ、黄色い、やっぱりだいぶいいね。でも、もっと黄色くなれるな、あれ。あと1週間、10日ぐらい早いか、早かったかな。なんか山吹色ってか、山吹色違う、なんていうんだああいう色、黄緑と黄色の間ぐらいの山吹色か。これライトアップとかしないのかね。ここちょっともっと評価されてもいいと思うんだけど。ほら、やめて、写真撮ってる人もいるもんね。ちょっとこのグリーンファームで後でお新香買って帰ります。欲を言えばあれがいい、野沢菜でもなかったら何でもいい、うん、綺麗だね。ちょっと俺も写真撮る。
これサムネかな、うん、これサムネだね。おお、いいじゃない。あのさ、何？360。あ、それはいい。これあれみたいじゃん、昔のあの月九とかでさ、よくあの神宮外苑のイチョウ歩いてるみたい。やべえ、違う、俺はあれ、江口、江口。おお、これはイチョウだね、ちゃんと。あ、いいじゃない、いいじゃない。美しいね。これは小さい秋じゃなくて でっかい秋って言っていいな。これはもう秋通り越してちょっともう冬の予感すらする。いいな、このさ、ちょうど緑から黄色に変わっていく途中の段階じゃん。グラデーションめっちゃ綺麗。この辺がさ、なんていうんだろう、こういうの、すごい自然のアートだな、芸術だよ、ほんとこれは。巻き木より綺麗。うん、綺麗、この一本。うん、色かぶりするな。こっちはさ、もうちょっと終わりかけてる色だよ。もうさ、黄土色じゃん、ちょっと、うん、だから多分落ちてる下にも結構いっぱい落ちてるんじゃないの、こっちの方が。電話ボックスあります。電話ボックス、ここ来たからさ、じゃああそこアクアショッピングセンター行こうよ。え、それ遠くない？それだよ。あの葉っぱの色もなんか絶妙だよね。なんかさ、茶色でもなくピンクでもなくみたいな。ベージュ。あー、すごい、自然ってすごい。これ秋の音ね、うん、秋の音。コスモスはさ、このちょっと逆光がいいんだよ、これ。知らないでしょ、みんな。逆光が美しいんだよ。機能してんのか。あ、でもさ、なんかコーヒー屋みたいのがあるよ。あ、違うわ、酒屋？お茶屋？でももうここだけでやってんの、全部もう閉まってんじゃん。あ、ここもやってるわ。切り餅屋？ポカポカプラザだって。あ、こういうのは平日はやってそうだね。でもまあこれも店、もうそっか、もう事実上もうこれはなくなってんのも一緒だな。
で、なんだっけ、じゃあアクア団地のなんだっけ、石碑みたいなの、そこ行こっか。やっぱ日の当たり方でなんか違う色に見える。こっちすごいなんかどぎついよね。まあ綺麗だけど、まあでもここの団地はさ、まあ言っても泉野の駅からまあまあ近いじゃん。うん、歩ける。悪くないよね。でなんかこっち側のあれは新しいんだよ。44とか45とか新しいんだよね。でなんか隣もまた作ってんじゃん、ほら。はい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 。本当だね、うん、最後までご覧いただいてありがとうございました。次回お邪魔するのはあなたの街かもしれません。それではまたお会いしましょう。